就活生ののための企業研究チャンネルチャャンンネネルルスケどうぞよろしく今回はキヤノンの企業研究ですね、ま、キヤノンじゃなくて正しくはキヤノンって書くんですけど、ま、キヤノンがどういう商売をしているかとか給料がどれくらいもらえる会社かみたいなそういう情報を整理していきたいと思いますで企業研究すると志望動機につながってきますしま受けるキーをよく知っておくと面接の対策にもなりますんでね で、キャノンなんすけど、まあ、イメージはカメラとプリンターっすよね。まあ、でも、半導体製造装置と医療機器もやってて、大体この4つの事業を展開する会社っすね。カメラ、プリンター、半導体製造装置、医療機器っすね。まあ、結構どれも市場がね、シュリンクしてて、厳しい環境ではあるんですけど、まあ、社長の三田来社長が、まあ、カリスマ経営者で、こう、1回辞めてまど戻ってきた方なんすけど、今、経営トップやってるって感じの会社っすね。まあ、キャノン周りのことで、知ってることはこう全部お伝えするつもりで解説するんで、まずは創業から見ていきましょう。創業者の精神って 結構、会社に根付きますんでキヤノンがどういう雰囲気の会社かちょっと知るためにね、えー、創業から遠隔までちょっと見ていきたいんですけどキヤノンは六本木の町工場から始まった会社っすね、えー、1933年に正規工学研究所がねねこのね吉田五郎さんと内田三郎さんがね、えー、作ったって感じですね、まあ、当時はねドイツの主戦場だったカメラ市場なんですけど、まあ、ライカとかコンタックスとかそういうブランドが強かったんですけど、えー、キヤノンがね初の国産カメラ、えー、観音を作ったって感じですね、まあ、観音から来ててて名名前前が来てねキャノンっ,て名前になって るんですけどでキヤノンの初代社長はね三田来武さんですね、えー、とこの人は、ね、お金を出した人なんですけど、まあ、カリスマ経営者ですね、大分に生まれて北海道大学医学部から、えー、日本赤十字病院とか産婦人科医としてこう働いてた人なんですけどね、まあ、ほとんどね松下電器とか東芝とかソニーとか、ほとんどね技術者出身の大社長がいますけど、まあ、医者出身はね結構珍しいですよね、まあ、そんな方がその正規工学、お金をね支援してた縁から40代で社長にねなったって感じですね。 この方が戦後のカメラ市場を作ってね、まあキャノンが戦後どんどん大きくなっていくんですけど、ま、1955年にはニューヨークに支店を開設して、欧米展開に向けてね、海外進出した時期で、1964年には電卓とかを作り始めて多角化ケースね右手にカメラ、左手に純利きで、まあキャノンの営業マンがこう売りまくってたんですけど、 で、1970年には、初の国産のコピー機を作り始めて、まあ、当時ね、アメリカのゼロックスっていう会社が、もう今は廃れてますけど、1100件以上の史上最強の特許網でね、コピー機市場をガチガチに固めてたんですよね。で、他社の参入はもう不可能って言われてたんですけど、キャノンはね、独自の新技術で副社器をね、一から開発したっていう、まあそういうすごい企業ですね。まあ田中博さんっていう、後の副会長にな、ね、キャノンの副会長になる方が開発したんですけど、まあ、その後逆にね、アメリカでキャノンが特許を取りまくってる感じでね。であと、半導体録音装置 同じ時期にに開発しましままたねねこれも、ね、今の主力事業に育ってますで次がキヤノンの CEO トップなんですけど、見たらい井藤夫会長ですね。やっぱね、えー、威圧感ありますよね。剛さんのお1っ子に当たります。経団連会長も務めてたんで、経済界の重鎮でもありますね。で安倍さんとも正月はねゴルフに行く中で、もう成人にね精通している感じです。一回辞めて、また戻ってきた人ですね、キヤノンに。 次がキヤノンの国内拠点なんですけど、まあ、働く場所はね、サラリーマンにとってめっちゃ大事だと思いますんでね。本社はこの東京のね、オレンジのとこなんですけど、東京の大田区下丸子ですね。昔から主力工場があったとこで、まあ、そこが今本社になってるって感じです。で、紫のバツが工場で、で、水色のピンがね、工場兼研究所って感じで、で、黒い丸が研究所って感じなんですけど、で工場はね、神奈川県が多いっすよね。やっぱね、まあ、下丸子から展開するってなると、まあ、土地安いところで神奈川県とかになっちゃうんですかね。 で、あと大分にも、えー、工場があって、ここはね、三たら家の地元ですし、カメラ生産の本拠地って感じですね、子会社入れると、えー、工場はね、もっとあるって感じです、で次は会社の大きさですね、まあ、キヤノンがライバルたちの中でどれくらいのでかさあってとこなんですけど、まあ、時価総額っていう市場からつけられてる企業価値で見ると、キヤノンはね、4兆1000億円か、まあ、複合機とかカメラやってる業界ではもうトップって感じですね、業界最大手でいいと思いますで、下が株価の推移なんですが、株価はね、横ばいって感じですね。 まあただキヤノンは配当がね高い企業で知られてて150円とか160円とかこう毎年出すんで実際は10年でここからねプラス1500円ぐらい株持ってたら儲かってるって感じなんですけどね。 で次に業績なんですけどまあキヤノンが1年間でどれくらい稼ぐ企業かっていうとえキヤノンは去年の売上高で3兆9519億円の売上があって営業利益は3429億円なんでまあざっくりね会社に残る丸々の利益純利益は年間で2500億円ですねだから1年間で2500億円ぐらい稼ぐ会社って感じですまあ当たり前ですけど一流企業ですよねで下が過去10年間のま業績の推移なんですけどま特にね伸びてる会社ではないですよね まあ大体毎年一定の利益が続いてるって感じです。まあ、16年は売上も利益も減ってるんですけど、これはね、為替が大きかったですね。 キャノンは8割販売がね、海外なんで、為替の影響をかなり受ける企業ですね。あと単純に2016年はレーザープリンターがね、売れなかった年ですね。で、今年の予想が一番右のこの斜線の部分なんですけど、まあ、今年はね、ちょっとね、景気悪いって感じです。まあ、もう中で決算出てくるんですけど、まあ、ヨーロッパの景気悪化で、こう、プリンターが売れなかったり、まあ、一眼レフカメラの縮小、まあ、シュリンクしてますからね、市場が。あと、米中貿易摩擦の影響もあって、なかなかね、橋本は利益が出づらい環境って感じですね。 で次に業績の構造なんですけど、まあ、キヤノンがどの事業で稼いでるかってところなんですけど、まあ、一番利益出てるのはこのオフィスのねプリンターのところですね全体の6割稼いでますで次がカメラのイメージングここで3割ぐらいでメディカルシステムここはね東芝の医療機器を買収したんですけどその部分が入ってて、まあ、まだね利益はこう少ないんですけどここは伸ばしていきたいところだと思いますねこれからあと産業機器、えー、ここは路耕装置で2割くらいみたいなそんな事業構造ですねで、まあ、右のの地域別のところ 日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、まあ、全部、ね、4分の1ぐらいずつで分散されてるって感じですね、ここからが事業の説明なんですけど、まあ、入社したらこれらの製品を研究開発したり作ったり営業かけて売ったりすると思いますんでねでまずはオフィスからですね、まあ、キャノンがこうアメリカのゼロックスの牙城を崩した事業なんですけど、まあ、複合機プリンターのとこですね。 複合機ってまあ一般的にこうコピーとかプリンターとかスキャナーファックスまあその辺の機能が一つにまとめられてる機械ってことなんですけど普通ね1ヶ月間のこう銀刷枚数に応じた契約になってるんで1回リース契約を取っちゃえばね毎月安定収入が入るっていうそういうビジネスモデルですねまあ子会社のキャノンマーケティングジャパンっていうところが営業をかけて売ったりしてますで今は複合機はこうネットとかクラウドにつながってるんでま IT と密接な関係がありますんでね IT 系の人材はかなり必要な事業だと思いますねまあサイバー攻撃とかもう内部文章の ななんんててねあってはいけないけでセキュリティ面はかなり大切ですよね、まあ、でも、紙をするなんて、まあ、どんどんなくなっていく時代なんでね、まあ、日本はまだする会社は多いですけど、まあ、会議とか海外はどんどんスマホとかタブレットを使用してるんで、まあ、使われなくなくってますよね、まあ、今後は厳しい事業だとは思います次にイメージングシステム事業ですね、まあ、伝統的な事業ではあるんですけど、まあ、カメラではキヤノンニコンが世界トップの会社で、特に一眼レフが強いですね。 で、ミラーレスはここ数年伸びてきてはいるんですけど、まあ、ここもね、もうスマホでカメラ撮る人ばっかなんで、まあ、市場はこうシュリンクしていく流れですよね。 まちなみにスマホのカメラってこうサムスンとかがねこうソニーから CMOS センサーさえ買ってくればもう簡単に作れちゃうんでしかも税金投入しまくってねむちゃくちゃ大量に安く作っちゃうんでなかなかねニコンキャノンはこう入れないって感じですよねまあニコンキャノンの蛍石から作る精密な高額レンズもねまあスマホはこうプラスチックで済んじゃいますんでねまカメラ事業も今後は厳しいってか今足元も厳しいっていう感じですねあとインクジェッタープリンターもここに入ってるんですけどまあ家庭で年賀状とか昔、吸ってましたけど、まあ なななかなか今は使わないですもんねで次にメディカルシステム事業ですねもともとカメラ技術なんで眼科系の機器に強くて網膜を見る医療機器とか、まあ、そういうのをやってますねあと東芝メディカルを東芝の粉飾決算で東芝がお金ない時に2016年にキヤノンが6600億円で買ったんで、えー、MRI とか CT とかを作ってるところですね、まあ、ここのヘルスケアとかは海外でこう伸ばしていきたいところだとは思います 次に産業機器事業ですね、半導体録音装置、まあ、ステッパーってやつが主力の事業なんですけど、まあ、オランダの ASML っていう会社にこうニコンもキャノンもシェアを奪われちゃってるって感じの事業ですね、まあ、こ,のこれ、2トントラックぐらいの大きいえ商品なんですけど、えー、半導体ってねこうスマホとかえパソコンとかに入ってるこうのハイテク製品を支える事業なんですけど、とりあえずめっちゃ細かい回路を描かなきゃいけないんですよ、でこの箱の中でまあプラズマを起こして、光を使ってね細かい回路を書くっていう、そういう ういう装置なんですけど昔はニコンキャノンの独占だったんですけど最近はねオランダの ASML が、えー、中間税と組んでねなかなかそっちには入れないって感じですキヤノンニコンは、まあ、あのインテルとか東芝だったんで、まあ、東芝はご覧の通りダメになってね半導体の中心になるこう中間に入れなかったっていう感じですねあとキャノン特キっていう子会社が有機 EL スマホのパネルがこう液晶じゃなくてパネル自体が光る有機 EL っていうやつが時々売ってると思うんですけど、まあ、ハイエンドのスマホにね でキャノン突起が蒸着装置っていう,こう熱してね発光部材をパネルにこう形成する膜を形成する装置を唯一やってる会社があったんですけど今,ここ,しかや今,今やここしかやってないのか知らんすけど子会社に持っててねキャノン突起を、まあ、中間サムスンとか BOE とかその辺には入れてるって感じですね、まあ、でも UKEL も結局ね中間が作りまくるんで日本メーカーはねいずれね利益も利幅も少なくなっちゃって液晶みたいにね儲からなくなりそうだってのは分かってるとは思うんですけど、ね、あとネットワークカメラっていう監視カメラもやってるんですけど まあアクシスっていうスウェーデンの会社を2015年に5年ぐらい前かなえ買ったんでキャノンが成長事業に位置づけてるんですけどまあ監視カメラ系は増えるとは思いますけどこれもね中国のハイクビジョンっていう会社がかなり強くてねまあこの辺は頑張ってほしいって感じですね。 で、次に社員数の推移ですね。過去10年間です。で、上が連結期末従業員数。まあ、グループ全体含めた社員数で、キャノングループ全体で19万5 0人足元いるって感じですね。なんか今まで分析した動画の中で一番多い気がするんですけど、で、下のオレンジのところがキヤノン本体単体に勤める従業員数ですね。これが2万6 0人ぐらいいるって感じです。 で、次に平均年収ですね。まあ、2018年の平均年収で、778万円ですね。平均年齢が44歳で、平均の年収が778万円って感じです。で、まあ、毎月で言うと、え、毎月45万円ずつぐらい、え、給料がもらえて、6月と12月のボーナスの時に、113万と121万とね、ボーナスがやっぱかなり多いですね。まあ、2018年なんでかなりね、利益は出てたところなんですけど、2019年はもっとね、ちょっと利益減っちゃうんで、ボーナスどれくらい出るかわからんすけどね。 で次に将来は大丈夫ってことなんですけど、まあ、東芝みたいに、ね、なってしまったら困るんで、まあ、それが読めたらすごいんですけど、まあ、とりあえずバランスシート見ていくと現金預金が4501億円で借金が5331億円って感じで、まあ、借金方が若干多いは多いですねで自己資本比率は58.6%なんで東証、まあ、一部の中で有料企業の中でも平均的って感じですかね純資産が2兆8000億円あるっていう、まあ、会社の資産ってことですけど2兆8000億円ある会社って感じです で、次に配属先と採用予定人数ですね。で、配属先のところは、え、とりあえず単体に勤めてる2万5千人限りなんですけど、まあ、オフィス、あのプリンターのところとカメラのところで7千人ぐらいずついて、まあ、全社共通が多いっすね。やっぱ内勤のところ、全部内勤じゃないと思いますけど、なんかこう管理したり、まあ、経営企画、財務とか、マーケティングとか、そういうところですね。これが8千人もいるんで、えー、かなり多いですね。<laughs> で、えー、連結のところでは、どうだろう。 オフ,ィスオフィスが一番多いかプリンターのところが一番多くて、まあ、大体同じぐらいの割合かなって感じですかねでキャノンの採用人数なんですけど2019年度で採用予定人数が580名ですね大卒は480名って感じですマイナビ情報ですねで次に大オカム主なんですけど、まあ、特に目立ったオオカム主いないですが、まあ、バークレイズ証券とか、えー、イギリスの証券会社ですけどあとモルガン・スタンレイとか入ってるのか JP モルガン・チェイスか とか、まあ、物言う株主系、機関投資家系が入っててちょっとやりづらそうっすね。応募安組はなんか関係あるんすかね知らんすけど。 そんな感じで今回はキヤノンの紹介動画でした、まあ、環境はどの事業も厳しいですけどね技術力が高い会社なんでコピー機始めた時みたいにこう眠ってる技術とか探して使えば稼ぐ方法はいくらでもある会社だとは思うんですけどね、まあ、とりあえずキヤノンのプロジェクト X 見ればほんと超かっこいいんでキヤノン伝統の三次の精神自発自治自覚の精神がね理解できるかもしれませんしちょっと見てみてください、えー、数年後にはガラッとこうビジネスユニット変革してる可能性もありますしね新しいすごい製品開発して200 300年こう続く企業になって,って欲いってほしいですけどね三宅さんの後継者の経営者がこう誰になるかも結構ポイントな会社だと思いますそんな感じで今回はキヤノンでしたお疲れ様ですバイバイ